はいどうも、リツキンです。はじめましての方は、はじめまして、皆さん原神やってますか？僕はもうかなりね、やりすぎて、睡眠もままならない状態なんですが、そんな原神、今日はですね、とあるクエストを紹介したいと思います。そのクエストとはですね、今画面に表示されてるんですが、情勢の九柱という名前ですかね。ちょっと読み方合ってるかわからないんですが、こちらのクエストを紹介したいと思います。で、このクエスト何なんだというところなんですが、特にですね、動線、クエストの動線、開始が、なんかクエストマークとかがついていないクエストで、マップを探索しないと、現れません。で、なんとこのクエストですね、星5遺物、星5の聖遺物が手に入るクエストということで、こちらはどこにあるのかというところなんですが、マップのですね、岩神の、国ですね、そちらのですね、マップで言うとここですね、今クエストマークがついている、ちょっとこれも地名なんていうかわからないんですが、こちら、ここにですね、クエストがあります。ここに行くと、石碑があるので、それを読むとクエストがスタートされます。で、クエストのところからですね、特に追跡しても、マークが出ないので、覚えておきましょう。マークをね、僕はクエストマーク、ピンを立ててます。で、マップを見てもらえるとわかるように、このようにね、点々と柱がね、9本立っています。まあ、これがクエストに関係してくるので、実際に見ていきたいと思います。はい、というわけで、現地に到着しました。ここからですね、柱が見えますね。で、ワープポイントは、下の方にあるワープポイントから行くと、こんな感じで全貌をね、見渡すことができます。ちょっと隠れたりしてるので、周りをね、よく探してみてください。で、見てもらうと柱がですね、ありまして、今ですね、9分の8となっているんですけど、もう8つはね、起動してあります。で、起動するとですね、ちょっと柱の形が変わるんですけど、通常はですね、この柱が壁に覆われてます。それを、起動してあげると、剥き出しの状態になると。いうような感じになります。あんな感じでね、模様が出てます。で、正面に見えるのがまだ起動していない柱なので、壁というかね、なんか覆われてる状態ですね。他は全部剥き出しになってます。最初ね、これ見た時ね、何にも特にヒントもなかったんで、この柱をどうするんだって思ったんですけど、はい、石碑がね、真ん中にあります。で、これを読んでもですね、何もヒントがないので、まあ、柱をどうにかするんだろうなっていうのは分かったんだけど、それをどうすればいいのか分かんなかったんですが、こうよくね、柱を見てみると、はい、上の方にね、なんか顔みたいなパネルがね、ついてます。このパネルまで、とりあえず登っていくとですね、はい、石をはめるというようなものが出てきます。なので、ここでですね、石を使うんですが、その石というのが、はい、これですね。これ、入手方法書いてる通り、四天神像に、眼神の瞳を奉納すると、もらえます。ただしですね、もらえるタイミングが眼神の、四天神像のレベルが上がった時なので、これが9個、9ついるので、つまりはですね、眼神の瞳すべてを集めきらないとできないクエストになります。なので非常に大変なんですけど、僕はなんとかね、集めたので最後の1個を使っていきたいと思います。はい、そうすると柱の壁が崩れて、はい、剥き出しになりました。これで、遺跡の扉が開くというわけですね。そして柱をですね、1個ずつ、全部で9つ、宝箱もね、しっかり出るんで、これも回収していきましょう。さあ、僕もね、ちょっとこのクエストを知らないので、今からね、初めてやるんですけど、どんな感じのクエストなんでしょうか。原神ね、このダンジョンというか、こういう遺跡がね、作りがすごい細かくて、非常に面白いですね。探索するだけで。なんかね、こういうところに宝箱があったりとかもするんですけど、あ、いますね。遺跡ハンターが。こいつ結構強いんですよね。ただね、フィッシュル持ってる人はね、わかると思うんですけど、こいつはカラスを置いとくだけで倒せるので、
フィッシュル持ってない人は結構こいつ強いと思います。何せダメージがね非常に高いのとミサイル撃ってくるんで、あとこの攻撃とかね。さあ、強化状態になりましてね、これねちょっといろんな他のクエストでね出たんですけど、これあの石を壊さないと敵が強化されてる状態なんで非常に強くなるんで、これ石はね早めに、潰していきましょう。結構硬いですね。一発ミサイル一発800-900食らってますね。さあダウン状態になればあとは、カラスと一緒に攻撃をして、こんなもんですね。でさあザコが、湧きましたね。これもフィールドでたまに見るタイプの、まあ、中ボスぐらいの強さなのかな。さあまた強化されたということで、ありますね。結構ねこれスマホでやってると弓難しいと思うんですけど、僕はパソコンでやってるので結構やりやすいですね。こういった破壊する系はかなり楽ですね。さあこいつもねなんか動きがね特殊で僕はあんまり好きじゃないですね。なんか飛んだり跳ねたり走り回ったりするんで、さあ結構強いですね。レベルはキャラのレベルは60なので割かし強化はしてる方なんですが、結構敵の攻撃が痛いのでこれはあまり早い段階ではクリアできないかもしれないですね。さあまた強化されているので破壊したいんですが、ちょっと敵が痛いですね。この攻撃がこれね、弓の悪いところはエイムがねターゲットロックがないので敵が複数いると意図せぬところに弾が飛んでいってしまうんで、そういう時はチャージを使わないといけないんですけどね、敵がいるとなかなかチャージもできないので、ちょっとやっかい。さあ来ましたね遺跡ハンター。これめちゃくちゃ強いんですよね、この飛んでる方。これもね弓系のキャラじゃないとあいつはずっと飛んでるので攻撃がやばいっすね。これ痛いな2400。これは早くこれ壊さないとシャレにならんですね。あ、これちょっと炎のギミック炎のギミック、ちょっと僕氷がいないんで破壊できないんですが、割かしやばいですねこれ。え、普通の遺跡ハンターこんな攻撃あったかな。ミサイル上からフラッシュくるのやばいですね。なんか弾道ミサイルみたいなのはあったと思うんですけど、さあまた強化されそうなのでされる前に削っていきたいんですが、ちょっとフィッシュルミスって復活前に回復使っちゃったので、あ、これはやばいっすね。ちょっと料理が今クールタイムに入っていて復活ができないので、これフィッシュルをなんとか回復していかないといけないんですけど、ちょっと回復がクールタイムに入っていて非常にまずい。強くないこいつ。やばいっすね。これフィッシュルが死んだら僕フィッシュル以外育ててないんで相当やばいですね。さあまた強化されて、今度はまた仕掛けがありますね。これは電気のやつかな。ただちょっとチャージができない。敵がいるからターゲットがそっちに行っちゃって仕掛けを壊すことができないですね。あークールタイム入ってる。これはやばいっすね。てか一撃が重すぎてシャレにならないですね。これはどうしようかな。逃げ惑うしかできないんだけど、
ったこれはちょっと終わったかもしれない。これもさっさと壊さないとマジで攻撃がやばいっすね。数倍ぐらいに跳ね上がってる。さあ回復していきましょう。こんな感じでね、料理はしっかりと、作っておかないといけないですね。回復活料理は2つぐらい作っておかないとクールタイムがあるので。さあなんとか壊したいけどちょっと集中できないですね、敵がいるせいでチャージができない。きた4000ってギミック破壊しないとダメかなチャージできない。強すぎるこいつ。はい、というわけで気を取り直してテイク2ですね見事にやられました。あれはですね、もう早々に仕掛けを破壊しないと、敵の一発8000とか食らっちゃうので、相当やばいですね。さっさと壊していきましょう。はい、できましたね。雷であれを殴ると壊れるっていう感じですかね。ちゃんと属性でやらないとダメみたいですね。さあこれさえ破壊すればあとはもうないかな。おっと、また強化された。っていうかこの転がってるやつが邪魔なんだけどさあこれは風で守られてるから、宝箱のギミックと一緒ですね。上から行って破壊すると。ちょっと出ちゃうなこれな攻撃モーションで外に出ちゃう。上から入って、これなんか本当はもっと正しいやり方があるかもしれないですね。ちょっとゴリ押し気味ですが、まあ破壊できればいいでしょう。いって、さあ破壊できてますね。さああとミリなんで、もうこれハンター殴ってもよかったかもしれない。はい、終わりですね。じゃあ強いな、全然強い。これちょっと、行く人はね、気をつけて、十分に準備をしてから、行きましょう。あとギミックはね、すぐに破壊するっていう。さあ、お宝が見えてきました。さあ、9つの柱を壊すと戦争が起きるということで、僕は壊したことになるのかな、これは。僕のせいで戦争が起きるかもしれない。さあ指輪が手に入ったってことで、これを売れるみたいですね。このクエストの他にもね、なんか骨董屋で物を売るみたいなクエストあったんですけど、さあ、来ました。これが星5遺物、聖遺物ですね。旧貴族の花、セット効果結構強いやつですね。オプションもまあ防御力ついちゃってますけど、これはランダムなんでね、これいいのが出た人は、ぜひね、使ってほしいと思います。こんな感じですね。唯一のね、星5聖遺物なんで、大事に使っていきたいと思います。はい、というわけで売りに来たんですが、この人がですね、20万モラで買い取ってくれるらしいんですが、もう一人ね、買い取ってくれる人がいるみたいなんで、そっちにも先に行きましょう。どっちがいいのかちょっと分かんないんで、まあ、この動画を見てね、どっちで売るかちょっと決めてもらったらいいと思います。僕はちょっともう直感で決めたいと思います。この人ですね、何度かクエストでお世話になったおじさん。さあさっきの人はね結構高評価だったんですが、この人はなんかあんまりですね、18万モラおまけがつくらしいので、こっちで売ってみましょうか。いいものをくれるらしいので、さあ乗ってみましょう。まあ18万も20万もね誤差なんで。はい、
何くれたの？あ、料理。まああれですね、星5料理ってことで、一応攻撃力が上がるやつなんで、まあ悪くはないですけど、まあ20万か18万、まあどっちか、どちらでもいいと思います。料理が欲しい人はこちらのおじさんで売ってください。というわけで、こんな感じでした。